他にやってみたい奴はいるか？何人がかりでも構わん。グレッグ。ジョニー、一緒にどうだ？いや、やめとけよ、グレッグ。グレッグ・パターソンです。シオドア・シー・ヘンドリック。骨折なら3時間で再生する。分かったな、ソガキども。俺がこれからお前たちを一から鍛え直す。勝手なことは許さん。駆け足。まずい、まずいとこ行きちまった。くそ、次の機会さえありゃあの野郎の首の骨叩き折ってやる。無理無理、おとなしく2年待つ方が利口だよ。畜生、噂通り最低だぜ、ここは。ああ、どういうことだそれは。誰も来たがらない陛下だってことさ。俺はこの陛下が第一志望だった。へっ、そいつは水凶だな。口には気をつけろよ。俺の親父も機動歩兵だった。だからなんだ。やろう、再生した腕また折ってやろうか。てめえに折れっかよ。よせよ、二人とも。なんだよ、何を知ってるか。この中で争いは許さん。なんで俺まで走らなくちゃいけないんだよ。随分に聞けよ、クソ軍曹に言おで。貴様は120回は死んだ。貴様の仲間たちもだ。駆け足。はじめはほんの偶然さ。道で出会った途端いきなりピンときた。目と目があってお互い3秒間ぐらい見つめ合ったまま何も言わなかった。目と目が透明な棒でつながっちまったって感じだったな。見ず知らずの他人がだぜ。もしかしたら一生会わなかったかもしれないんだ。俺は運が良かった。へえ、そんなもんか。俺なんかアタックしまくったぜ。くどいてくどいてやっとものにした。え、パッドにも恋人がいるのかい。当たり前じゃねえかよ。女がいないのはお前ぐらいだ。見るか、今まで隠してたんだけどよ。ほら、いい女だろ。へへへ、お前の彼女は露出狂かよ。バカ野郎、特別だよ特別。俺が連邦軍入るから特別用意してくれたんだよ。へっ、同じじゃねえかよ。アタックしまくったのか。焼くなよ。誰が焼くかよ。お前の標的は訓練生か、ヘンドリック。質問があります、軍曹殿。近代戦争において投げナイフの訓練が何かの役に立つんでありますか。貴様が敵と対した時に
投げナイフ一本しか持っていなければどうする。しかし敵がもっと危険な武器をたくさん持っていれば、投げナイフなど。お前は考え違いをしている。この世に危険な武器などというものはない。ただあるとすれば危険な人間だけだ。お前の足が一本、手が一本でも残っていれば、それが敵にとっての恐怖となる。そういう人間を育てることが俺の任務だ。しかし核ミサイルを使えば敵は一瞬に消滅します。そんな戦争で何も投げナイフなど。お前は核を使いたいのか。それが答えだ。一切れのパンも一滴の水も携帯が許さん。これは飢餓訓練だ。できれば生きて帰ってこい。もうごめんだぜ、こんなの。冗談じゃねえ。ヘンドリック、ダメだ、死んじまうぞ。しっかりしろ。ほっとけ、どうせいつか殺されるんだ。ジョニー、手伝え。ああ、やめとけって、疲れるだけだぜ。なんだよありゃ、当てつけかよ。二年兵の戦闘強化服だ。へっ、あんなもの着てりゃこんな砂漠くらい赤ん坊だって渡れるぜ。早くしろ、ひよっこども。一人じゃお洋服も着れないのか。パンツ履くにもママの手が必要なのか。一人前にサイズを選ぶつもりか。合わなければ自分を服に合わせろ。貴様らより戦闘強化服優先だ。スミス、もう来ちまったのかよ。お洋服が着れたら暗夜の時間だ。さあ出てこい、ひよっこども。ここまで歩いてくるんだ。何をグズグズしている。歩けなかったらハイハイしてでも来い。歩けばいいんだ、いつもと同じに。どっちの足から出せばいいんだ。落ち着け、落ち着け。どうした。共に歩けるやつはいないのか。こんなもん楽なもんだぜ。そんなに地面が好きか、ヘンドリック。俺はやめるぜ、こんなとこ。くそ、だけどただじゃやめねえ。あのズイムの野郎張り倒してからやめてやる。ダメだスミス、何度言ったらわかる。メインノズルを吹かしすぎだ。燃料がたちまちなくなるぞ。そうなったら貴様のその強化服が棺桶に変わる。了解。左、右、左。ヘンドリック、何をしとるか。貴様が一番遅いぞ。これから急ぐんだよ。ヘンドリック、そんなに地面が好きなら直接顔をこすりつけてキスでもしてろ。戦闘強化服は貴様のひ弱な力を何倍にも増幅してくれるんだ。ママに会えて嬉しいからといって、そのまま抱きついたらどうなる。ママの骨は粉々に砕けてしまう。地面に激突して死ぬのは勝手だが、仲間を巻き添えにするな。やってられっかよ、カレラ。お、ヘンドリック、あのバカ。なんで避けねえんだ。
軍曹、軍曹は一体何を突っ立っている。まだ訓練は終わってないぞ。ヘンドリック、さっさと戦闘強化区へ戻れ。何、どうしたの、こんなところで。迎えに来たのよ。本当、わざわざ迎えになんて。気晴らしついでなの。クイーンアレキサンドラが帰るって言うから来てみたの。まったく嫌になっちゃうわ。これからっていう時いきなり引き返しちゃうんだもん。もうキャンセル料倍にして返してほしい。また行けるわよ。おまけにカーゴシャトルが夜中まで来ないのよ。荷物の検疫って時間かかるんでしょ。こんなことになるんなら全部手荷物にするんだったわ。火災発生地点はこのキャンプから6キロの観光場。選抜された新兵は戦闘強化区にマウントされた消火器で消火活動に協力。消火器がなくなり次第起動する。メンバーはスミス・アルファード、チオノワシ・ヘンドリック、ジュアン・リコ。ああ、どうした、リラックスで行けよ、ジョニー。ああ、しっかりな。お前はいいよ、行かねえんだから。お前こそ本当なら銃殺門でとっくに死んでたかもしれないんだぜ。それ考えりゃたとえ火の中水の中楽なもんじゃねえか。しくしょう、お前はいいよな。ああ、やっと来たわ。あれなの。そうよ。でも変ね、場内アナウンスあった。え、何かあったのかしら。ちょっと、あれクイーン・アレキサンドラの看護シャトルでしょ。はい。何かあったの。ご心配なく、着陸はコンピューターがやりますから、お荷物は無事届きますよ。え、それどういうこと。もう少々お待ちください、じきアナウンスが入ります。じゃ。ねえちょっと、もうやよ、これ以上待たされるの。まったく嫌になっちゃうわ。おい、なんだあれは。何か光ってんぞ。あれ、何よあれ。消火液のゲージはウィンドウの右だ。考えて使え。了解。こん中に入れってのかよ。やっと歩けるようになったばかりなのに。かもし、おもらしやろうとも言え。さあ、ぐずぐずするな、火が消えちまうぞ。行くぞ。この火の海の中でやれるのか。スミス、待ってくれ、ヘンドリックが来ない。持ってけ、黙ってられるか。ヘンドリック、何やってる。早くスミスとリコに合流しろ。仲間にだけ熱い思いをさせて、貴様はそこで気づきた。機動歩兵は突進だ、さっさと突っ込め。うるせえ、今行くとこだ。クソ、
ほどわしいヘンドリック消化液切れだ。お前は交代しろ。副業者に貸してやる強化服はない。お前の命はどうでもいいが、着ているものを燃やされてはかなわん。行こう。お前は消化液を持ち帰る気か。何のために火の中にいるんだ。突っ立ったまま焼け死ぬ気か。だってこの中でどこ狙って撃てばいいんだ。くそ、なんでできないんだ。避けなくても平気だったのに。生存者か。バカ、焦るな。普通にやるんだ、普通に。スミス・アルファード、消化液切れだ。祈祷せよ。ジョニー、先に行くぜ。スミス、大丈夫だ。ジョニー、しまった。ジョン・リコ、消化液切れだ。作戦終了、祈祷せよ。待ってください、生存者がいます。どうせよ。いいぞ、楽に歩ける。来てない時と同じだ。そうか、これが戦闘強化服なんだ。気取りで人命救助が、命令違反の罰は承知してるな。しかし生存者を助けなければ、あの場合。お前らは軍人だ、消防士ではない。訓練は終了と言われれば終了だ。軍人である前に人間です。勘違いするな。くそ、勘違いなんかしてるもんか。
元気でな、ヘンドリック。ああ、みんなもな。やっぱりここは俺には向かなかったよ。みんなはせいぜい頑張ってな。そのうち手紙でも書くよ。よせよ、気持ち悪い。手紙ならお前の露出狂の彼女にでも出せよ。まあそうだな、そりゃそうだ。じゃあな。ああ、じゃあな。手紙か。手紙か。背景カルメンシータ殿。あ、ダメだこれじゃ。親父に出すんじゃないんだから。元気ですか、カルメンシータ。こちらは厳しい訓練の毎日ですが、まあなんとか持ちこたえています。くれ、バカ野郎。俺たちはたとえ誰が死のうと戦うことしかないんだ。